まず試合順に計量を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。最初はメイベント第6試合スーパーファイト64kg契約、山崎秀明選手とモハメド・ギャラリー選手の計量を行います。まずはじめに山崎秀明選手の登場です。まず山崎秀明選手の計量を行い、続いてモハメド・ギャラリー選手の計量を行います。64.0 クリアです。はい、山崎選手 64.0 クリアジャストでクリアです。続いてはコーナーモハメド・ギャラリー選手の計量です。63.4クリアです。ギャラリー選手 63.4kg クリアです。はい、写真撮影終了とさせていただきます。それでは続いてセミファイナルの公式計量に移らせていただきます。セミファイナルスーパーファイトは 61kg 契約となります。まずはじめに、赤コーナークラッシュ 60kg 級チャンピオン板橋寛選手の計量を行います。100g アンダーの 60.9kg でクリアです。対します青コーナー小川翔選手の計量です。
61.0 クリアです。小川選手 61.0 キログラムジャストでクリアです。それでは写真撮影を小川選手メガネ外してお願いします。すいません、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。セミファイナルスーパーファイトの計量でした。それでは続いて第4試合スーパーファイト 56kg 契約の、計量に移らせていただきます。まずはじめに、赤コーナー ASK 世界バンタム級チャンピオン寺戸信親選手の計量です。15.9kg でクリアです。続いて対します鈴木優也選手の計量です。56.0kg ジャストでクリアです。それでは両選手中央で撮影をお願いします。すいません、こちらお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。続いて、4つ目のスーパーファイトの公式計量を行います。第3試合 60.5kg 契約赤コーナー浦部宏隆選手の計量です。対します青コーナー今回初来日となります韓国パクヒョンソン選手の計量です。ヒョンソン選手700g アンダーの 59.8kg でクリアしています。それでは両選手撮影をお願いします。すみません、こちらお願いします。
はい、ありがとうございました。続いてはバンマッチの計量となります。第2試合クラッシュアンダー 67kg 杯と赤コーナー牧浦啓太選手、青コーナー中澤潤選手の計量です。牧浦選手からお願いします。67.0 クリアです。続いて中澤潤選手の計量です。67.0 ジャストでクリアです。続いて第1試合クラッシュアンダー 58kg 杯と赤コーナー林健太選手の計量です。選手ジャストでクリアです。対します大野選手の計量です。今回クラッシュ初参戦となります大野誠選手の計量です。57.2 クリアです。大野選手 57.2kg でクリアです。続いてオープニングファイト3試合の計量を行います。まず 60kg ファイト平塚大志選手の計量です。60.0 クリアです。はい、ジャストでクリアです。対します遠藤信玄選手の計量です。ともに 60.0kg ジャストでクリアです。続いて 55kg ハイト赤コーナー佐野天馬選手の計量です。100g アンダー 54.9 でクリアです。対します亮太選手の計量です。55.0 クリアです。はい、亮太選手ジャストでクリアです。最後の計量となりますオープンファイト第1試合 58kg ファイト赤コーナー満高選手の計量です。ジャストでクリアです。対します青コーナー伊藤健人選手の計量です。58.0 クリアです。はい、水高選手伊藤選手ともに 58.0kg ジャストでクリアです。以上、明日の出場18選手、全選手1回目の計量でクリアいたしました。ありがとうございました。